え、いらっしゃいませ。ちょっと、汚ねえな、誰だよ。いらっしゃいませ。お名前お伺いします。もう何知ってるでしょ、私の名前こら言ってよ。いやいや、初めてなんでね。じゃあ初めてじゃない、私はあなたのことずっと知ってるけど。怖い。当ててみて、私の名前当ててみてよ。え、じゃあいいっすか。ベニー。誰だよ。今日はあれかい、あのイケメンのオレッジに会いに来たんかい。え、そう、当たり前じゃない、なんか新しいイケメンのなんかホストが来るって聞いたからわざわざ来たんだけど。何、いつもそういうところに行ってるんかい。いつもそんなイケメン探しの旅をしてるんかい。そんなおじさんみたいな。ここにいるのは君しかいない。え、妻もこれは閉店後の二人きりの世界、そういうことよね。そうだぜ、やることは一つ。何する気。地並べだよな。君はさ、普段何してるんだい。でもそれはもうだって小太郎くんのこと考えたり、小太郎くんのこと考えたりしてる。あの、ベニーちゃんまだお酒飲んでないよな。ちょっとなんでスルーすんの。ちょっと。小太郎さん、今日ね、3人お客さんが来たわけでしょ。あ、誰が一番小太郎さんのプリンセス。そうだな、ま、考えてみたけど、やっぱりナンバーワンは俺っちだよな。なんでだよ。俺のことを一番愛してるのは俺だよな。何ですか。あはははは。もういいじゃん、また来るからね。え、待って、え、延長しないんすか。え、何したら、何してくれるの。え、したら七並べ。いや、だな。